長野県の須坂動物園で飼育されている川上県。川上県は長野県南作郡川上村に伝わり、保護育成されている小型日本県の一種である。新州川上県とも、川上狼県とも言う。昭和初期には主に資産地区で飼われていたため、あずさやま犬と呼ばれたこともある。秩父県と同じく、日本狼の地が流れているという伝承がある。 芝犬の一種とされる、長野県の天然記念物に指定。古くは、猟犬としての勇敢さを保つために、メス犬を山中に止めて、日本狼と交配させたという伝承がある。一方で、南作郡南北村平沢地区で飼育されていた、日本犬の純血種が元になっているという伝承もある。秋田県などと同様に、第二次世界大戦や戦後は、食糧難などで、 等数が減ったり、他種との交配が進み、純血種としては絶滅の危機に陥った。そして、昭和43年に純血性が薄れたということで、長野県天然記念物の指定を解除される事態に陥った。だが、同年に、新州川上県保存会による保護育成が始まり、純血種との交配を続けて、昭和57年に純血性が高まったとして、 再び県の天然記念物に指定された。現在でも、川上村内でも、数十頭、全国でも300頭前後しかいない非常に貴重な、県種である。2006年の正月には犬年にちなんで、上野動物園で短期間、子犬が数匹展示された。また、同年6月には、須坂市動物園に、川上県の子犬、源の竜が寄贈された。 2008年からは小室市動物園で桜が飼育されている。ありがとうございます。